どうもみなさん、日本語で実況プレイをしているメディカチン、コーテツスティールです。これは、ズームその2。今回、敵を知る。よし、なんかの、音声？こんにちは。火星に配属された知覚可能な知能のベガです。プラエトルスーツの調査が終わりました。その結果によりますと、あなたの武器のアップグレードを早める上で役に立つチャレンジが選べることが分かりました。ほう。記録ファイルにトラッカーを追加しておきます。なるほどね。チャレンジですね。一石二鳥。なるほどね。これ結構きついかな。でもこれはこの真ん中のグローリーキルの種類のやつはそんなに難しくはないかな。じゃあこのミッションをやりましょう。ミッション開始。シュレンデオフライン全エントランス封鎖。いやーなんかね、俺は起きたばっかりなのでちょっとまだ覚悟が、いや、大丈夫だ。おう。よし。三種。おう。あれ？あ。おい。あ。投げたかったわけじゃないけど。まあ、いい。なんかもう三種類、やったんだけど、おう。聞こえるね。どこ？ちょっとこっちの方の音量がうるさい。こっちから入る？そうだね。よ。どうやってその残りのグロリキルやる？これお。シュレンデオフライン全よし、ジャンプ。もしかして後ろからグローリーキュールするとできるかな。これはリセット、電力リセット。シュレンデオンライン、メインパワーだね。誠実さが全て。誰だ？特に今はこの世界における最後の瞬間になるだろうから。噂、人間の犠牲、ヘルポータル、デーモン、すべて真実だ。兄弟たちを感謝しなさい。見られるのだから。新しい世界で彼らと一緒に誰よりも先にその光景を目にすることができるのだから、その世界へようこそ。みんな正気じゃないよね。あ、これ、こう、おう、おう、いいね。なんか見つけたかな。ん？ここ？ここか。あ、秘密だね。誠実さがすべて。あ、まだ始まるの？その。この世界における最後の瞬間になるだろうか。その音声。噂。じゃあこれは？ヘルポータル、デーモン。マップ？あ、そうだね。オートマップ。真実。兄弟たちを感謝。それじゃない。新しい世界で彼らと一緒に。どれがいい？じゃあ進むにはこれを。誠実さがすべて。特に今この世界における最後の瞬間になるだろう。すごいその叫び。ヘルポート、すべてチェックポイント。兄弟たちを感謝しなさい。見られる。じゃあ後ろから。新しい世界で彼らと一緒に誰よりも先にその光景を目にすることができるのだから。その世界へよう。あとはなんだ？これいただこう。
上？お落ちるわけ？あ、落ちるというか降りる？え？誠実さが全て。特に今この世界に。なんかフラッシュライト欲しいんだけど。噂。これ入れない。人間の犠牲。うるさいよ、もう3回目。全て真実だ。あ、これだ。兄弟たちを感謝しなさい。見られる。強っ。お、なんだ？世界で彼らと一緒に。ポゼストエンジニア。なるほどね。この部屋広いから結構辛いかな。よし。いて。なんだよもう。いい。俺のアーマーがもう。よし、そのブラスト、そのこ、なん、何してっけ？お、なんかできたんだけど。わざとでは、わざとではない。お。よし。そうだね。これアップグレードできますよね。あー、何がいいかな。いや、後でそれを。ほほう。あ、一石二鳥もクリアした。おう、へい。そのエンジニアはね、すごい。あ、なんか爆発する。あ、いや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 。あ、頭が。まるでビビガン。なんかの。う。おい。なんで逃げんの？デーモンなはずだの、なのに。これはエレベーター？おお。なんか、あ、何してんの？あれ？俺が殺したわけじゃないけど。わかんない、それ。これ。お、光ってるのは？チェーンソー。いいね。ジーキーか。大量の。なるほど。じゃあ、どこ、これは？あ、回復。なるほどね。あ、ヘルスステーション。これ、試してみようか？あ、ちょっと、その前に、その爆発するやつ。へぇー、黒い。すごい。玉が、まるで雨のようだ。もう、消えたんだけど。早く、拾わないと。てか、フューエル、ガスとか、いるらしいけど、その、チェーンソー。どうやって見つかる？これまだ入れないね。これは、イエローアクセス権限が必要です。
ゴースト？残像みたいな？アクセス拒否。いや、わかってるよ。それ、追うべきだった？ちょっと待って。いや、アクセス拒否。わかってるよ。おう。なんだ？これ、もらおう。あ、そっちに行く。なるほど。ちょっと待って。ガス。あれ？こっちに入るわけ？おう。あ、そうだね。なるほど。これ秘密？それか、メイン、あ、投げた！か、なんかね、なんか、コントロールは、コントロールは普通、クラウチで、でもこのゲームに、このゲームなら、それはグレネード。どっからその、なんだった？まあ、もう拾ったね、この。でも、また、ちょっと、ヘルスが。また？まあいいや。いいよ。はい。あれ？頑丈なやつだな。体力が。よし。やっぱり、ローリーキル使うと、もっとヘルスもらえるかな。ちょっと待って、これを待つ。入って、わお！忘れた。今回潰されないように。上。フラッシュライト、欲しい。ちょっと、待って。あ、これ、まだ？まだか。あ、それだった。なるほどね。こっちに、なんか、ちょっと見えないけどね。ああ、また行こうとした。下に、掘るいうわけかもね。あげる。ちょっと。そんなに難しくない。この、普通、ポゼストっていう、人かな？敵かな？ん？またネスト。巣だね。こうやって。まあ、役に立った。ほうわ。踏んだね。この巣、このネストを壊すと、また、あちこちから出てくるわけ？ああ、後ろ？だよねー。はい。新しい武器欲しいな。
チェーンソーはいいけど、チェーンソーは面白いけど、そんなに近づきたくない。ライフルとか欲しい。それかせめて俺のピストルのアップグレード欲しい。俺の剣強くない？多分銃より強くない？いやー、いっぱいいるねー。おう、なんかのチャージドブラストしようとしてるこいつ。ピュン。じゃあ上に、残りはチェーンソーしてやる。やばいよこれ。ああそれロケットかな。なるほど、いっぱい、あ、銃の種類があるらしいね。あれ？レンを解除しました。解除？ロックダウン解除。だよね。この辺に、この辺に秘密ある？エレベーター。お、えい。エレベーター乗る？ポジテストなのに。二つの目的あるらしいけど。なんで？なんでこれ見せられてる？これもうアップグレードしたからアップグレードできないね。あ、これ切り替えられる？なんで？他の武器を、いや他の武器持って、他の武器手に入れてからまたこっちに来る。これは？ああ、おい。イエロー。うるさい。こっちに入るわけ？それか、あ、なるほどね。クランチ。うるさい。いやー、降りたくないな。でも大丈夫だった。ほう。アクセス承認。広大なヘラス平原衝突盆地に位置している UAC の火星基地へようこそ。この高度な採掘技術と研究施設は、これは想像の限界を日々押し広げています。貴重な従業員としてのあなたの忠誠は UAC だけでもなく、あ、これは勤労に感謝いたします。ヘビーアソルトライフル、いいね。じゃあちょっと、どこだった？あー、でも降りてきたよな。いやー、まあいいや、あとで。これ、いや、押さないと。これ試してみる。このあれ最後ステージクリア。
じゃない。じゃない。おーいえ。これ望んだよ。いやー。なんで握ってんの？なんでだろう。これすごい武器持ってるわけじゃないのに。おい、お前も。おもろいね。あれ？ただ飛んでるけど。そのファイアーボール。ちょっとこれ必要。え？え？あれ？ああ。なんでその盾の野郎。また？ちょっと。どうすればそいつ。後ろから？それか殴る？ああ。いや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 、死ぬ。やばいね。うわっ燃えてる。うるさいぞと。なんでみんなうるさい車ばっかり。へえ。よし、またやっちゃおう。まずはほ。いやー、前回はねちょっとその銃を試したかったので、本気出したわけじゃない。よし。あ、はい。ちょっとズームとかしたいんだけど。あー、投げたかったわけじゃない。だからこれは？あ、え、え？あ、それパワーアップだった？なるほど、それを取るべきだった。拾うべきだったな。なんかのバーザーカーっていう、いいね。それ絶対敵の技だと思ったんだけど、敵の攻撃みたいなスキル。ヒヒヒヒ。てか、ボスは？まだボスとか見つけてないね。まだ見つけてない。やっぱりなんか後ろに。もう少しかな。え？目の前に行ったんだけど。秘密のところはないかな。いや絶対あるけど、読んだところによると秘密エリア
見つけると、なんか昔のクラシックルームのマップが会場。もしかして？ないか。それか、この上？この辺に？ないか。まあ、そういうことだろう。あ、でも。ん？ああ、これもしかして？あ、なんもなかった！じゃあ、進みましょう。ピープ。これ最初のレベルより、長いかな？それか、俺が死んだから？多分ね、俺が死んだから、長い。それか、これが終わり？あ。この状況なら、そんなことを利用するなんて、許せるけど。施設スキャナーへのアクセスをブロックしている。メガターミナルに来れば、必要なものを与えよう。上に？え。じゃあ、どこ向かえば？また下に、降りる？あ、そっちか。なるほどね。ん？また？てか、地獄に？一体、何人住んでる？デーモン。邪魔。あ、え？なんかある？ない。もっと上に行けない。これ、もらおう。そっちになんか、落ちた！なんで？ちょっと、何も押してなかったのに、それ、滑っちゃったかな？まあ、ドゥームゲームなら、いつも、そういう、ちょっとだけ、滑る。そういう、精度、みたいな。まあ、いいや。まあ、いいや。また、こいつらを。ん？ない？じゃあ、なんで、そっちまで。いや、わかんない。まあ、いいや。進もう。今回落ちないように。これは？ガス？かな？ちょっと、おう。うるさい。秘密探してる。邪魔するな。あー、やっぱり、こいつどうやって？あー、なんか、あいつら、うわ、なんだ？あいつが突っ込んだと、殺せるかな？よし。ミス。さすが俺、ミス。あー、チェーンソーで、ちょっと、ウィーン。おい。ひひひ、いいね。こっちの何か、押すべき？
解放。これも。さすがドゥーム。部屋に入ったらすごい数の。ああ、じゃあ。来い。あれ、後ろ。後ろ気をつけて。お前の仲間が優しくはないよ。こっち降りれない。どこを向かえば？確かにこれは。まだ死んでない？じゃあちょっと一旦こっちに。これは秘密かな？だし？あ、これ？なるほどね。秘密じゃないけど、とりあえずあるポイント。あ、これは？頭。どうすりゃ？あ、それすりゃ。Hello。よし、これで進める。こっちから？俺も入りたいけど。いや、普通に階段あった。いら、なるほど。こっちに来る意味ないよね。じゃ、これは？じゃあ真ん中。プレゼントだ。プレゼントってちょっと受け取るんだ。電力サージに耐えることができれば強化することができ、道中君の助けとなると。あ、これか。なるほど。体力、アーマー、それか、弾。いや、体力の方が、多分。おお、25増加。システムに取り込んだのは純粋なアージャントエネルギーだ。お前はロボット？どうやら適合するようだな。施設内の残りのアージャントセルもアンロックしてやろう。ベガ、彼が望むものを渡してくれ。61,337 人の UAC 職員が死亡し、施設の 81% が封鎖され。火星基地でのデーモンの脅威は危険なレベルに達しています。ハイデン博士の記録によると、侵入はラザロ施設から起きています。エルウェーブにより全 UAC 従業員の 64% が変異し、施設中を歩き回るクリーチャーになっているようです。残りの職員はオリビア・ピアスが官房から解放したデーモンにより死亡しました。ここでの出来事については私から謝る必要があるようだな。一部の研究員が少しやりすぎたようだ。すべての元凶はオリビアだ。彼女の処分については君が対応してくれるだろう。君は我々の研究に賛同していないようだが、これだけは言っておく。地獄の開拓は人類の進歩に欠かせないことだったんだ。この施設の現状がその進歩による代償というわけだ。まあ今となってはどうでもいいことだがな。
ファウンドリーで緊急事態発生。レギュレーターが破損し、コアの温度が不安定になっています。なるほど。奴らは隣接する施設を制圧した。換気タービンが再稼働しないと誰もメルトダウンを切り抜けられないだろう。じゃあそっちに向かわなきゃね。クリア。じゃあこれクリアっていうかレベルクリア。まだ？まだクリアじゃない？どこ行けば？あ、これも弾か。これ。さ。え？どこから行くか。わからないんだけど？あ、じゃない。んー？じゃあ、今日、ここまで、吸っておきますね。あ、これ？あ、前に拾った。今日、ここまで、吸っておきますね。見ていただいて、ありがとうございました。今から、ちょっと、どっち、向かえばいいか。あ、わかった。これか。なるほど。じゃあ、これはステージクリア。なるほどね。これがステージクリア。じゃあ、今日、ここまでしておきますね。では。ああ。なるほど。いっぱい残ってたね。いや、すごい。すごいシークレットが残ってた。後で、戻ろうかな。では、次へ。